さあそこで、ね、も,う一つもう一段、えー、あの話を進めたいのはあのーまあ、普通で言えば自民党の論理から言えば茂木幹事長というのは有力だというのに私もそう思うんですがそれじゃあですよ高市早苗さんとか今成長課長やってる萩生田さんとか、まあ、どっちかといえば保守,保守の人たち保守,保守的な人たちは この2人の可能性はないのかということを非常に気にしているんですが、まあ、はっきり申し上げれば、高市さんはやっぱり安倍さんがいて、安倍さんが全面的にバックアップしたから、前回の総裁選挙であれだけの活躍ができたけど、そのバックアップした人が今やいない、そうすると誰を高市さん担ぐかというと、もちろん高市さんを応援している人たちはいらっしゃいますよ。だけど 安倍さんのあの存在の大きさに比べては、やっぱりかなり非力ですよね、そこは僕はどうしても、いや、なかなか難しいんじゃなかろうかと、それから萩生田さんに対して期待する人も多いけど、萩生田さんはだけど、安倍派の中で、じゃあ、安倍派の中で萩生田で行こうやと決めりゃ別ですよで、決まるような雰囲気は今のところ全くないですよね。 そうすると、この2人については、いや、私だって、そのどっちかがなってくれれば、あの茂木幹事長になるようにはるかに増しとは思ってますが、現実問題として、じゃあ、この2人というのは、私はちょっと言い切れない、かなり難しいんじゃなかろうかと思ってますが、山口さん、どのような見方ですか。あもう今、加藤さんおっしゃった通りですあの、例えば去年の総裁選挙で決選投票、はい、114票取りましたね、確かに。はいはい このうち90票ぐらいは、安倍さんに言われたから入れた票なんです。そうですよね、うん、だあえて言えば24票ぐらいは、高市さん本人が素晴らしいと思って結集した人たちは、たかだか20人余りぐらいと思うのがまあ現実的な結果なんですね。ただもう、安倍さんがお亡くなりになって、もうこれだけ時がたってね、これはあとは高市早苗という政治家が。 チームを作り、塊を作り、うん、支持を広げていくという努力は、これはもう彼女が自分でやっていくしかないですよね。はいはい、で、他方、あの高市さんについては、あの萩生田さんについても、もう加藤さんおっしゃる通りで、まずは彼はその安倍派の少なくとも3分の2ぐらいの支持を固めるところからですよね。うん、ただね、彼の強みは、実は安倍さんが二階幹事長の下で、 幹事長代理という、ね、ナンバー2をやらせたときに、うんうん、かなり派閥を超えたネットワークを作ってるんです。なる,なるほど、なるほど。そういう意味では、うんえー、高市さんよりはね、うん、超党派的に、例えばこの間、岸田さんは安倍さん,さんと麻生さんと茂木さんという人が飛び乗ったから、岸田派を大きく上回る特許ができた、はい、そういうシナリオは、萩生田さんの方はより具体的に描きやすいですよね。うん、ただ彼ははまずは 足元、安倍派で、うんえー、全部とは言いませんけど、うん、3分の2、少なくとも過半数の支持、うんまあ、安倍派は98人かな、いますから、例えば50人ぐらいはね、うん、何しろ岸田さんを総裁選で死ぬ気でやる人を固める、うんうん、そういう必要があるでしょう。でもそしたらね、うんえー 十分戦えると思いますよ。ただから、ねうん、茂木さんと激突したら、うん、例えば順番は茂木、萩生田、河野太郎の順ですよね。河野太郎が総理になるというシナリオは実はほとんどないんです。 だからね、ま、それも山口さんの話聞いて、うん、なるほど、その通りだと思いました、だから萩生田さんに私も期待したいとは思ってるんですが、そうするとね、成長会長として、まあだいぶ動いてはいるけど、もっと目立っていいと思うんですよ、もっと。岸田さんがよく言えないようなことを、ズバッズバッと、もっと存在感を目立たせるための。 ことを発言すべきで例えば、今で言えばやっぱり防衛力強化のことについて財務省がいかにも水増ししてねごまかそうとしているところにまあ萩生田さんも言ってるけどもっと公の場ではっきり批判してそんなことではダメだということをもっと強力に言う必要があるともう一つはエネルギー問題あるいは CO2 削減とか全部含めてもいいんですけど 原発の再開だと、心臓説以外には答えがないんだから、もっと言わないと、それで萩生田さん、もともと前任があの経産大臣で原発の担当のとこだったわけだから、詳しくいろんなこと知ってるでしょうから、原発ありきと。 これを日本は旗印にして、何としても日本の景気回復のために、原発再稼働、新増設して、電力料金をもっと下げましょうと言わないと、そうしないと景気回復はしない、景気回復しなければ、国民は貧しいままだから、国民にもっと利益が還元できるような道を国民に提示しないとダメですよ。私はここの 2つぐらい一番のポイントかなと自分では思ってるんですけど、矢口さん、の他になんか補足っていうかあったら言ってくださいいや、それでね、本当その通りなんだけど、うんえー、この間、ほら、あのー、政調の会合で岸田さんが電話してっていう人申し訳あった話を、先々週かなんかね、この番組で詳しく、私なりの見方を言いましたけど、はいはい、あれ以降ね、萩生田さん、実はかなりいろんなところで発信をしているんですけども。はい これがね、政調会長の発言の場合には、ね、ニュースにならなくなってるんですね。ニュースにならないならなくなってる。でね、うん、萩生田さんがね、えー、とブログを,こうを毎週書いてるんですね。はい、これね、萩生田光一の永田町見聞録ってやつなんですけど、これは私はもう、はい、まあまあ、よく知ってる人だから、前から読んでますけど、うん、あんまりね、踏み込んだこと書かないんだけど、一、うんうん、行ぐらいね、 こんな形のエッセンスちょっと入れることがあるんですね。うん、でその中でも彼は、えー、そのこの間の一連の話のあと、かなりね、例えば本当の防衛力増強は水増しはいかんというようなことはね、つかさつかさで言ってるんですね。うんうん、で、テレビカメラも入ってるんですよ。と、うん、かね、いわゆるね、萩生田パッシングがすでに始まってますね、あれ以降。なるほどね。この2週間なるほどで 高市さんのニュースも今全く出てこな,くな高市っていう言葉が出てこないものも。一部アホな評論家がね、うん、閣議の前の記念写真が、林芳正と高市に挟まれる形になったから、これは素晴らしい外交メッセージだとか言ってたけど、もう笑っちゃうでしょ、要するにね、萩生田消し、高市消しにメディアと、うん、 財務省はもなるほどなるほど、誹謗中傷すらしなくて、なるほどまるでいないかのように成長会長を扱ってる、これがね、財務省の怖いところですうんうん、うん、だからね、その防衛力の有識者懇談会になるのその名前はもうそもそも間違ってるよね、れ <laughs> それは。だから防衛力強化が目的じゃなくて、財務省の言うことを聞か,聞かせましょうというだけの有識者懇談会だからね。 あれメンバー見てびっくりしたけど、自衛隊関係者、防衛省関係者ゼロですからね。本当にびっくりしまよ座長はね、笹井健一郎さんって言ってね、僕がワシントンに行った頃の駐米大使だから、あれはね、笹井さんはね、僕はまああのよく知ってるしね、非常に例えばトランプ政権と安倍政権のこれだけの蜜月を演出した主役の一人ですから。 強化の専門家でではないです一、ね、人もいないなんですすよるつもりがないメンバーを指してあの全然あの岸田さんがゴールを決めてやってるんじゃないって主張する変な人がいて、うん、有識者会合っていうのはゴールを決めるためにやるんですよね。首相がそのために人選するものであるという常識は変わらないんでやる気ないですっていうことですよ。うん、ここに島田和久さんとかね うん、入ってんだったら別ですよ、調査官とかやって取り込んどいて、こ、うん、んなにもやってないんだから今、うん、うん、いや、だからね、やる気ないのは、もう、めいめいはくはくで、まあ、支えさんにしても、まあ、外務省の中でもまともな部類なんだけどさ、はい、だからといって防衛のことかしいわけがないじゃないだって、そんな、ねえ。 僕は土台いもんとあだ名をつけたやつね。<laughs> いや、あの、笹井さんのこと悪く言うのはね、ぜひやめてほしいっていうか、私は<え>彼がどんな苦労したかね、ワシントンで見てたので、うん、あ,、ね、あ思ったよりも侍なんですよ、あの人は。思ったよりも期待ですけどね。ただ、うん、やっぱりアメリカとのパイプを考える人だから、うん、やっぱり例えば、じゃあトマホーク買いましょうっていう方向に行っちゃうんですよ。日本の本当にこる強化というよりは、ぶっちゃけで言えばね。 じゃあ、日本が自立してあの、例えばイギリスとかオーストラリアと一緒になって兵器開発しましょうというよりも、うん、アメリカからお買い物をする方向に向かいやすいメンバーなんですよね、ねはいはい、それは、私は岸田さんは、岸田さんは犬なんだけど、中堅踏み子なんだけれども、うんうん、飼い主が4人いると、1人はアメリカ、1>, はい、1人は中国、1人は財務省、1人は大手マスク。 ういう意味で一番の大ボスはアメリカなんですよね、そうですよね、はい、防い力状況の時に、笹江さんを座長にしておいて、じゃあ、アメリカの兵器をいっぱい買いましょう、ウクライナ戦争で使い切らなかった兵器がいっぱい日本に来ますよ、うんうん、そういうことですよね、うん、買っといて、でも買い物するだけじゃ筋力つきませんね、日本、はい、の防衛力は筋トレしなきゃいけないんです。を増やして 日本が自分で守れるようにしなきゃいけない、うん、もうそういうビジョンは全くないんですよねうん、うん。はい、全くその通りなんです。さあ、中途半端の時間余っちゃいましたけども、ちょっと前に戻って、加藤とは竜さんのツイートの中で、線虫類購入2000万余あまりは違法支出との判決を受けた山口県、実はこれを乗り回すのは、 林外相を支える山口のドン、柳井春学県会議長、新長は都内でも県事務所にこれをレンタルさせて乗り回す姿は暴露、山口放送役員も務めるしは地元のマスコミのタブー、林人への空前の選挙違反事件も追及できないはずだと、実はこの柳井春学って僕はねよく知ってるんですよ。そそうでですかそれでね ただね僕はね、なんで知ってるかというと、安倍さんとか岸さんの選挙応援に何度も行ってるんですけど、その時必ず現れるんですよ、だからね、僕はあれってそう思ったのは、この柳井さんっていう人が、その林さんの、林派のなんとかでっていう印象は僕にはないんですよね。あらゆる国会議員のところに首出して、もうごまするののお得意っていうか、それが仕事みたいな人でしたからね。 そこはただ山口放送の役員もしてたっていうのはあそういうことかこれは桃枝る人がいっぱいありますからねそういう意味ではこれはですね、うん、あの私今度出る間もなく出るのかな月刊花田に、はいえー、柳井春学特集を書いてるんです、ね、ええー、あそうなのだから今たまたま全然ね<う>加藤さんと打ち合わせしないでこの話題になって加藤さんこういうツイートしてるの僕今,今初めて知ったんだけどはい、はい、柳井春学って人も 加藤さんおっしゃる通りもうあと2分で収まるか分かりませんけど、えー、もう国会議員との、中央とのパイプで、ドンとして、はい、もうのし上がっていった男なんですね。はいはい、だから、あのこれ、安倍さんだけじゃなくて、安倍さん、林芳正さん、うんうん、それから河村雅彦さん、河、うん、村健一さん、はい、あこの、まあまあ、自民党の山口県とは4人プラス、あの参議院の頃の林芳正が一緒。はいはい これ全員と付き合っていた人なんですね。そうなんですよ、うん、ところが、林芳正が中儀にく替えをする、うん、これ、河村健一さんを政界引退に追い込んで、彼は2区から出て、3区から出て勝ちましたよね。はい、はい、そうです、はい、その背後にいたのが柳井俊学なんですよ。これは自分の選挙違反 を指摘されたときに、それを一番強く指摘したのが、河村さんの弟さんの権議だったから、逆恨みしたんです。うん、なるほど。うんうんうん、そのときに、く替えを、河村のところで蔵替えしろと、もう盛んに進めた柳井俊岳は、柳井俊岳、林義政サス河村健一、うん、その奥にいる麻生太郎とかと全面戦争になったんです。なるほど。うん、で、河村さんは残念ながら、完全に敗退して、 引退しましまたねはい、はい、そこから今まで水平に全ての国会議員と付き合ってた柳井俊学は林芳正と異常に近しくなったんです。なる,なるほど、なるほど。そういう背景があるので、うん、今はこの2人は完全に組んでると思ったなるほどね。うん。だから、新4区、下関の新しい選挙区、新3区ですね、山口新3区について、柳井俊学はそこを林芳正の いわゆる本拠地ですから、そこに移させようとしてるという情報もあるしね、3、4個が事実上、合併、合併すから、ね、5億になっちゃいましたからね。うん、そうなんです